representing Romania, Cornel Gheorghe. 3番、コルネル・ゲオルゲさん、ルーマニア。ルーマニアの26歳、コーネル・ゲオルゲ。ショートは21位でした。彼も得意はルッツジャンプ。しかし、ベテランらしいあの表現力があります。そのあたりをどうぞ。ちょっと軸が斜め、両足。中盤でアクセルからコンビネーション。足換えのキャメルスピン。ルッツです。2回転。サルコー、3回転成功。トリプルトウ。
ラン、ルーマニアコーネル・ゲオルゲ。独特のこの雰囲気を醸し出します。2回目のオリンピック長野のホワイトリングにゲオルゲの演技が終わりました。左足のアウトエッジで踏み切ります。右つま先を添えて、これがルッツ。そして第2ジャンプ2回転のトーループを入れています。このコンビネーションジャンプ、キャメルスピンで足を変えます。6回転以上必要です。まあ、スピンですと速度、それから回転の軸がしっかりしているかどうか、またその姿勢なども採点の対象になるわけです。ですからジャンプもいくつかの種類、それからそのうち連続のするコンビネーションジャンプ、あるいは間にターンを挟みます、ステップも入りますが、そのジャンプシークエンス、そういったものをいろいろな種類をたくさん演じた方がいいわけです。ジャンプだけではいけません。スピンも4種類異なるものが必要、またステップも入れなくてはいけません。テクニカルメリット、技術的な評価は5点台までは届きません。プレゼンテーション4-6, 4-8, 4-6, 4-7, 芸術的な部分も4点台の後半、日本のジャッジは3人滑って1位をつけました藤森さんですが、トータルエストニアヘルニッツが現在トップです。